FIFA ワールドカップ。FIFA ワールドカップは国際サッカー連盟 FIFA が主催する男子ナショナルチームによるサッカーの世界選手権大会。サッカーの大会の世界最高峰と位置づけられ、全世界の総視聴者数が35億人を超え、テレビ視聴者数や経済効果はオリンピックをしのぐ世界最大のスポーツイベント。大抵は年度を付加して FIFA ワールドカップ。 開催国、年度、A、FIFA ワールドカップ、カントリー、イヤーなどのように呼称される。女子の世界選手権大会については、FIFA 女子、ワールドカップを、クラブチームの世界選手権大会については、FIFA クラブワールドカップを参照。4年に1回、西暦の4で割ってに余るとし、夏季五輪の中間年、1994年以後は、 当期五輪と同年に開催される。第一回大会は1930年、ウルグアイで開催された。参加できる主体は国、またはそれに準ずる地域であり、より厳密にはフィファに加盟したサッカー協会を単位とする。例えば、イギリスは単一の国家ながら、本土四協会、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドと、海外領土六協会、モントセラと、 イギリス領、バージン諸島、ケーマン諸島、タークスカイコス諸島、バミューダ諸島、アンギラによる、k 重代表チームがあり、日本は、日本サッカー協会の唯一の代表である。そして、胸にそのエンブレムをつけたユニフォームを着用する。また、香港やマカオのように、フィファが加盟を承認したサッカー協会を持つ地域にも、それぞれに出場権がある。これまでの歴代優勝国は、 ブラジル5回、イタリア、ドイツ4回、ウルグアイ、アルゼンチン、フランス2回、イングランド、スペイン1回の8カ国、地域である。なお、2002年大会までは前回優勝国が地区予選を免除されていたが、それに伴う強化不足や収入減少の懸念や予選枠拡大の要望などから2006年大会からは廃止となった。 フィファ創立時1904年の要項に世界選手権を行う旨が記載されており、1928年に行われたフィファのアムステルダム総会において大会名称をワールドカップとすることが定められた。当時、フィファの会長であったジュールリメが優勝トロフィーを寄贈したことからトロフィーはジュールリメ杯と呼ばれるようになり、 1946年7月25日に行われた FIFA フフ第25回ルクセンブルクブサで大会の正式名称もジュールリムハイ世界選手権大会に変更された。その後、1970年のメキシコ大会において3度目の優勝を果たしたブラジルがジュールリムハイを永久に保有することなり、新しいトロフィーが制作されたことに伴い、1974年の 西ドイツ大会以降、FIFA ワールドカップが正式名称となっている。日本国内では、雑誌や新聞等において w、W 杯と略されることも多いが、公式には認められていない。また、ドイツにおいては、世界選手権を意味する、ウェルメイスターシャフトが使われる。なお、ワールドカップの名称を世界で最初に用いた競技は、サッカーであるが、 大会正式名としては1966年開始のアルペンスキーのワールドカップが世界初となる。初期の優勝トロフィーは寄贈者のジュールリメ、この大会を企画、発案したの名を取ってジュールリメトロフィーと呼ばれた。その後、1970年大会でブラジルが3回目の優勝を成し遂げた際、規定でジュールリメトロフィーが永久保持となったため、 それに代わる優勝トロフィーのデザインを一般から公募、イタリア人の彫刻家、シルビオガザニガのデザインによる新たな優勝杯が作成された。当該大会の優勝決定後、優勝国のサッカー協会に保存され、4年後の本大会開会式の際に返還されていた。その後、2005年に純金製の3代目トロフィーが制作されたのをきっかけに保安上の理由から、 ドイツ大会2006年以後は優勝国へのトロフィーの授与は行うものの、それ以後の優勝国への保存はなくなり、閉会式終了後再び FIFA が管理することとなる。なお、優勝国にはトロフィーのレプリカが増床される。1978年アルゼンチン大会までは FIFA フフからの賞金はなく、各国のサッカー協会が 個々に共産スポンサーを募り、成績に応じて、自国のチームに送ることが多かった。1982年スペイン大会で、初めて FIFA が、ワールドカップ本大会、全24出場国に、1次リーグごとに、計100万スイスフラン。当時約1億2083万3000円ずつ、総額4200万スイスフラン。 当時約50億7498十000円の賞金を支給した。フィファ本部がスイスのチューリ立費にあるため、スイスフラン立てで賞金を支払った。以降、賞金は2006年ドイツ大会までスイスフラン立てで支払った。1990年イタリア大会から前、出場国に大会準備金を支払うようになり、同大会では大会準備金25万スイスフラン。 当時、約2696万7000円と一試合、毎1チームに67万717スイスフラン、当時約7304万335円、総額7640万スイスフラン、当時約82億4111万5200円を支払った。2002年日韓大会から成績に応じた賞金を支給するようになり、 日韓 W 杯の優勝賞金は1620万スイスフラン、約14億5500万円だった。2006年ドイツ大会では、全32出場国に、大会準備金として100万スイスフラン、約9000万円、グループリーグ全3試合分の出場級として、600万スイスフラン、約5億4000万円、合わせて700万スイスフラン、約6億3000万円を支給。 これが本大会出場国の最低保障となる。以後勝ち上がるごとに賞金は増えていく。決勝トーナメント進出、ベスト16で850万スイスフラン、約7億6500万円。ベスト8で1150万スイスフラン、約10億3500万円。ベスト4で2150万スイスフラン、約19億3500万円。 優勝すれば2450万スイスフラン、約22億500万円。FIFA がドイツ大会で支払った賞金などの総額は3億3200万スイスフラン、約298億8000万円である。なお、1982年スペイン大会から2014年ブラジル大会までの賞金の詳細は、FIFA 公式 HP のリンク先 PDF ファイル、2014。 フィファワールドカップスタティスティカルキットの P6P7 のプライズマネー参照のこと。2010年南アフリカ大会からフィファの賞金がスイスフランダテからアメリカドルダテに変更された。同大会の優勝賞金を3000万ドル、約26億4000万円にするとフィファが2009年12月3日に発表した。また、 準優勝のチームには2400万ドル、約21億1200万円、3位2000万ドル、約18億円、4位1800万ドル、約16億円、グループリーグ敗退国、17位から32位も800万ドル、約7億円を受け取る。さらに、全32出場国には、大会準備金として100万ドル、約8837万円ずつが支払われる。 賞金総額は前回のドイツ大会に比べて61%増の4億2000万ドル、369億6000万円になる。また、同日フィファは南アフリカ大会に出場する選手の各所属クラブに総額約4000万ドル、約35億円の保証金、怪我に対する保険金が支払われると発表した。各クラブには所属する選手人につき、 大会期間中1日1600ドル、約14万円が支払われる。保証金制度は2014年ブラジル大会以降も継続して採用されている。2014年ブラジル大会では、賞金総額が5億7600万ドル、約586億4000万円と前回、大会より37%の増額となり、 優勝国3500万ドル、約35億6000万円。準優勝国2500万ドル、約25億5000万円。3位2200万ドル、約22億4000万円。4位2000万ドル、約20億4000万円と上位の国への賞金は、のきなみ増額、グループステージで敗退した国に対する賞金800万ドル。 約8億1千万円は据え置かれたが、全32出場国に支払われる。大会準備金は150万ドル、約1億5千万円と増額された。2018年ロシア大会は、前回のブラジル大会から300万ドル増額の優勝賞金を3800万ドル、準優勝のチームには2800万ドル、3位には2400万ドル、4位には2200万ドル、 ベスト8には1600万ドル、ベスト16には1200万ドルとなり、グループリーグ敗退国も出場級として800万ドルを受け取る。さらに、全32出場国に大会準備金150万ドルずつが支払われる。賞金総額は6億9100万ドルとなり、前回大会の同総額5億7600万ドルから40%増となった。フフは、 欧州クラブ協会との合意に基づき、2018年、ロシア大会に出場する全選手の各所属クラブに、総額約2億900万ドルの保証金を、各国サッカー協会を通じて支払う。FIFA ワールドカップの開催国は、初期から1974年大会、1978年大会、1982年大会の3。 大会同時開催国選定までは、FIFA 総会での投票で決定していたが、1986年大会以降、FIFA 理事会、現、FIFA 評議会の FIFA 理事投票で決定する方式に変更されていた。その後、2010年12月2日の2018、2022FIFA ワールドカップ開催地決定投票まで、FIFA 理事会のわずか24名の FIFA 理事の投票、会長は、 同数の時の密票を投じるで決まる方式だったため、買収工作も容易だった2015年 FIFA 汚食事件参照との反省から2018年6月13日の2026年大会開催投票から FIFA 総会での開催立候補国を除く全加盟協会での投票方式に再び変更された FIFA スタッチッツ2016年版 P28-28 オーディナリーカングレスジェンダーの2の S。また、従来の不透明なワールドカップ招致手順を明確化し、各段階で審査プロセス等を公式発表していくとした。前、FIFA 会長ゼップブラッターは、アフリカでワールドカップ開催するために、ワールドカップ持ち回りシステム、ローテーションシステムを提案し、理事会、現 FIFA 評議会にかけて、 フィファの正式な方針とした。そこで2010年の第19回南アフリカ大会から原則的に開催は6大陸での持ち回りで行われると決まり2014年の第20回記念大会はこの原則に基づきブラジル南アメリカ大陸で開催されることになった。しかしその後2007年10月29日の フィファ理事会において2014年大会開催国の正式立候補国がブラジルとコロンビアしか出なかったことを問題し、表向きは開催立候補国を多く出させやすくするためという理由でこの原則が見直され直近の2大会の開催地のある大陸以外から立候補国を募るということに改正された。なお、ブラッターは ワールドカップ持ち回りシステム破棄の理由として持ち回りシステムの採用はこれまで開催がなかったアフリカそして1978年以来30年以上もワールドカップを開催していない南米に持っていくための方便だったと説明しており持ち回りシステム破棄は当初からの規定路線だった可能性も高いこの改正により 例えば2018年の第21回大会の開催国への立候補は2010年と2014年に開催地となったアフリカと南米以外の FIFA フフ加入国ならば制度上はどの国でも立候補が可能となった2002年の開催国の一つである日本が再び開催地に立候補するには急減速下では2022年以降に アジアに開催国立候補権の順番が回って来るまで待たねばならなかったが4年早まって2018年大会から立候補することも可能となったただし日本は2018年の立候補は見送り2022年への宣言を表明しているその後ヨーロッパ以外の他の立候補国も2018年をこと上離脱し2022年のみに宣言することになり実質 2018年はヨーロッパ、2022年は欧州、南米以外からの開催が必然的に決まった。それでも大陸持ち回りのカラーは比較的強く残しており2018年大会に日本が立候補しようとした際にプラッター会長から政治的色合いを強く感じたと日本サッカー協会の犬会会長は語いる。FIFA 側としては 2018年大会の開催は、ユーラシア大陸に戻したい以降2006年大会以降、FIFA 加盟協会のおよそ4分の1相当を要する、ヨーロッパから大会が離れているためであると、感じそうである。開催スタジアムに要求される施設面の必要要件は、日韓大会の頃よりさらに厳しくなっている。収容4万人以上の会場が12カ所必要で、 開幕戦と決勝戦は8万人以上、準決勝は6万人以上が、感染可能な仇の競技場で行うことが基準となる。さらに、屋根が客席を覆う範囲、控室の設備、さらには、観客が利用する場内のトイレ、バリアフリーなどに至るまで細かい条件が設けられている。つまり、FIFA ワールドカップを開催するためには、開催国において、 数多くのサッカー競技場の新設や施設の大規模な改良が必要になる。現時点で開催国に要求されるスタジアムなどのインフラ整備等すべての必要要件についての最新の手引きは先日の 2026FIFA フフワールドカップ招致手引き書である。そのため裏を返せば開催国のサッカー界にとっては フィファワールドカップを開催することによって政府や行政の大幅な協力を得て自国のサッカー関連施設の水準を一気に世界の最高水準に引き上げなおかつサッカーに対して国家レベルでの大規模な強化支援を受けることが可能となるわけで各国のサッカー協会にとってはこれもワールドカップ開催の立候補への大きな動機となるまたこのような大規模な支援が 行政レベルで行われることも、現在では、開催立候補に際しての事実上の必要条件となっている。本大会開催国は、直ちに国内で、開催国のワールドカップ組織委員会を発足させ、大会開催の準備を開始する。また、それとは別に、FIFA 内部にも、FIFA 関係者及び、外部の有識者で構成される、いいほの、 ワールドカップ組織委員会が立ち上げられ、大会の準備や運営に携わる。第22回カタール大会まで、第2回イタリア大会を除けば、開催国に、開催枠として、自動出場権を与え、大陸予選が免除されてきた。単独開催に加え、共催が正式に許可された第23回、カナダ・メキシコ・アメリカ大会から単独開催はこれまで、同理開催国枠で、 自動出場。複数の国の共催の場合は、FIFA 評議会で決定することになった。予選は、本大会前に、各地区ごとに1から2年間かけて行われ、地区によっては1時、2時、最終予選の段階に分けられる。最終的には、プレーオフや、大陸間プレーオフが行われ、すべての出場国が決まる。現在のルールでは、本大会に進めるのは32カ国。 1978年までは1930年と1950年を除き16カ国。1982年から1994年までは24カ国で、32カ国になったのは1998年からである。全出場国が決まってから開催国で各グループリーグの抽選会が行われる。世界を6地区に分け、ホームアウェイ方式で行う。 地区によっては3カ国の中から1カ国集中型のセントラル方式や2カ国を特定するダブルセントラル方式を取り入れる場合もある。アジア地区の予選は1994年アメリカ大会アジア最終予選でドーハでのセントラル方式でのリリーグ戦が実施され、また1998年フランス大会アジア予選の第3代表決定戦が ジョホールバルデ・ウントラル方式での一戦のみで実施されたが、その後開催地の調整が難しくなったためホームアウェイ方式に変更された。6地区それぞれに出場枠が定められ、過去の実績で各地区の出場枠が増減される。中には大陸間プレイオフと通称される試合でいわゆる0.5枠を争う地区もある例アジアの出場枠を2.5、北、 中米カリブ海の出場枠を2.5とすると、両地域の予選上位2チームが自動的に本大会に進出、両地域の3位チーム同士がホームアウ方式による大陸間プレイオフで対戦し、その勝者が本大会出場系を獲得するシステム。48カ国出場になる2026年、カナダメキシコアメリカ大会大陸予選から大陸間プレイオフは、 欧州以外の5大陸連盟から各1チームずつ、開催国所属大陸連盟からさらに1チームを、加えた計6チームで2枠を争う。2026年、カナダメキシコアメリカ大会大陸予選は、アフリカ、アジア、オセアニア、南米から各1代表、北、中米カリブ海から2代表、計6代表の、大陸間プレイオフとなる。 大会ごとに運営方法に変更が生じるが、一時、ラウンド、JF の用語集では、グループステージと呼称は、グループリーグ、複数のグループに分けて、各グループで、総当たり戦で実施し、ここを勝ち抜けたチームにより、決勝トーナメント、JF の用語集では、ノックアウトステージ、ノックアウト方式が多いが、過去には、総当たり戦で行われたこともあるを行う。 1998年フランス大会以降は、出場チーム数は32となっており、以下の方法で実施されている。1994年大会までの方式は、以下の通り、各地域、大陸の出場枠数は、各大陸連盟に加盟している国、地域の数と、各大陸のサッカーレベルに応じて割り振られている。そのため、ワールドカップでの、各大陸の国、 地域の成績に応じて変動するだが、現在は、欧州、南米北、中米カリブ海、アフリカ、アジア、オセアニアと優劣が存在する。1998年フランス大会後、1999年7月9日に、ロサンゼルスで開催された、フィファリン自走会で、AFC 会長、マレーシアが、南米は10カ国しかないのに、出場枠が半分の子もある。 アジアは46の国と地域、人口も全人類の約半分もあるのに枠が2もしくは3しかないのは不公平だ。これが改善されないならアジアサッカー連盟 AFC はワールドカップに参加しないと突然発し AFC の協会委員が全員ラって退席した。日本には事前にこの動きは知らされておらずこの意見に同意も反対も決めずに 他のアジア諸国と行動を共にした。この強硬姿勢に対して南米から南米は本大会に5カ国出場して4カ国がグループリーグを突破して決勝トーナメントに進出した。アジアは4カ国、日本、韓国、サウジアラビア、イラン参加してすべてグループリーグで敗退した。レベルの違いを無視した要求は受け入れられない。何もアジアが無理に参加しなくてもワールドカップの 競技水準は保たれると反論されてしまう。結局、会長や役員の妥協の産物として、南米の出場枠を0.5削る代わりに、アジアの出場枠を0.5増やすといった案が取り入れられたこともあった。オセアニアに関しては、ドイツ大会では、当初1枠が割り当てられることになったが、南米の出場枠が減るとして、コンメボルが反発したため、元の0.5枠、 南米との大陸間プレイオフに戻ってしまった。ドイツ大会にはオーストラリアが出場した、出場権は2005年にオセアニア代表として獲得が、オーストラリアは2006年1月1日より AFC に転籍したため、オーストラリアの活躍、ドイツ大会ベスト16がオセアニアではなく、アジアに反映された。ドイツ大会で AFC 加盟国が一つもベスト16以上に、 進出しなかったことにより、アジアの出場枠が4.5から3.5に減らされるところだったが、オーストラリアが AFC に転籍したことをフィーファーに訴え、4.5枠の維持が決まった。また、コンメボルにとってはあくまで妥協の段階であり、場合によっては再び出場枠の拡大を要求する可能性もあった。南米は10、オセアニアは11の国と地域。 ゼップ・ブラッターは2010年南アフリカ大会でのアフリカ勢の成績次第で2014年ブラジル大会の出場枠を再検討することを示唆していたものの最終的には2010年南アフリカ大会と同じにすることが発表された。2015年5月30日臨時のフィーファ理事会で2018年ロシア大会及び2022年 カタール大会の出場枠を2014年、ブラジル大会と同様のアジア4.5、アフリカが5、ヨーロッパが13、北、中米カリブ海が3.5、オセアニアが0.5、南米が4.5、開催国枠が1とした。0.5は大陸間プレーオフ枠で南アフリカ大会までどの大陸と対戦するか固定だったが、2014年、 ブラジル大会から大陸予選組み合わせ抽選会で大陸間でオフの対戦大陸を決めるようになった。2017年5月9日第67回フィファバーレ演奏会で48過酷出場になる2026年カナダメキシコアメリカ大会の出場枠をアジア8アフリカが9ヨーロッパが16北中米カリブ海が6オセアニアが1 南米が六大陸間プレイオフ枠が2とすることを決定した。この大会の大陸間プレーオフから欧州以外のも、大陸連盟から各一チームずつ、開催国所属大陸連盟からさらに一チームを、加えた計六チームで二枠を争う。二千二十六年、カナダメキシコアメリカ大会大陸予選では、アフリカ、アジア、オセアニア、南米から各一代表、北。 中米カリブ海から2代表計6代表の大陸間プレイオフとなる。なお、単独開催に加え、共催が正式に許可された第23回、カナダ・メキシコ・アメリカ大会から単独開催はこれまで、同利開催国枠で自動出場。複数の国の共催の場合は、FIFA 評議会で決定することになった。したがって、カナダ・メキシコ・アメリカの開催国枠での自動出場は、 まだ決まっていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。